平成30年9月21日から、子どもと高齢者の事故防止などを重点に、秋の全国交通安全運動が始まりましたが、阿蘇市で交通安全運動出発式が行われ、事故防止を誓いました。阿蘇市の交通安全運動出発式は、市役所会議室で、警察や交通安全協会関係者、それに市民らおよそ180人が参加して行われ、まず、有料交通安全管理者や有料運転者16人への表彰状の伝達が行われました。そして佐藤義興市長が、これから観光客が多くなります。地域や職場で交通安全に対する意識の向上に努めましょうと、交通安全を誓いました。続いて、阿蘇警察署の原雄生署長や阿蘇地区交通安全協会の岩下哲三会長らが挨拶しました。さらに阿蘇中央幼稚園の園児代表4人が交通事故に遭わないようにしますと誓い、園児全員で折った交通安全祈願の千羽鶴を佐藤市長に手渡しました。秋の全国交通安全運動は平成30年9月21日から30日までの10日間実施され、期間中の重点目標は子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止、飲酒運転の根絶などとなっています。